でーす。どうもこんばんは。はじめまして。ありがとうございます。お友達の方も来てます。はい。ご出演いただき、なんとなくさらっと知り合ってるね、テキヤ君とはね。どこでどう知り合ったか覚えてないんだけど。僕はもう鮮明に覚えてますよ。マジですか？どこで？あれは20年前。20年前。僕は伊沢さんと、はい、僕のこっち。ケンさんと、はい、花見をした後で、花見はね、で知り合って、はい、でその後に高塚さんなんかもそうなんだけど、はい、伊沢さん、はい、小林さんという方のところ、はい、そこで、飲み会やってる時にゆうきさんがいたんだっけ。でテキヤテキヤって本名伊藤君なんですけど、そうそうそう、なんでテキヤっていうかっていうと、うん、なんか花見取りいた、花見の時になんかその酒盛りを用意している姿がテキヤに見えたんで、そこからテキヤという芸名がついたということですね。そうですね、友達がつけてくれて、そのまんまもうそれに行こう。まあ所沢の方でいろいろ自分でイベントやったりとかいろいろやってる方で、僕も呼んでもらったりとかしてるんですけど、なかなか遠いんでね、なかなか一緒にできる機会はないですけど。まあ、これを機にまた一緒にやっていきましょう。ぜひ、今日はいろいろと反応でやってるとか、はい、うちの方でやってる仲間を作って、要はその埼玉の秩父方面の方の埼玉に強いんですよね。そうですね、強い。呼んでくださいよ、僕行きますよ。来てください、本当に。いや、本当に太郎ちゃんと一緒に行きます。あ、ぜひ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 そういう新しいなんかね、仲間がね、増えて、くれると本当にいいと思います。わかりました。用意はよろしいですか？大丈夫です。じゃあ、テキヤ君です。よろしくお願いします。ダウンタウンセカンドアベニューの路上で、左利きの男がギターを弾いていた。酒でベロベロとはグダグダで、よくよく聞いてみると歌はデスペラード。俺は通りすがりハープを吹いた。犬を連れて歩いてるカップルが立ち止まる。肌寒い夜のニューヨークで、俺はハープを吹いてた。セントパトリックスデイの夜は、そこいら中に酔っ払いたちが溢れ、その日だけお前にも目をつぶり、ニューヨーク中の酒が売り切れるのさ。俺は通りすがりハープを吹いた。タクシードライバーが Yeah Blues と叫ぶ。肌寒い夜のニューヨークで、俺はハープを吹いてた。クリスマスイブの夜の公園、ホームレスが息をかぶって座ってる。いつもなら追い払う周りも、今宵は祈りを捧げてくれた。俺は通りすがりハープを吹いた。あとかはゆっくりと回り続け、肌寒い夜のニューヨークで、俺はハープを吹いてた。
ファーストアベニューセブンスの角に三六五という名の小さなタコス屋、涙で化粧がボロボロの女が一人で座ってた。俺は通りすがりハープを吹いた。誰も立ち止まらずに歩いてる。肌寒い夜のニューヨークで俺はハープを吹いてた。地下鉄レフトラインの終着駅、季節外れのコーニーアイランド、読み捨てられたデイリーニュースペーパー、あぶれちまった男が金をせがんでくる。俺は通りすがりハープを吹いた。男は静かにコーヒーを飲む。肌寒い夜のニューヨークで俺はハープを吹いてた。ですね、勢いはもあって恥ジャズっていう名前になりましたんで、とりあえずは、よろしくお願いします。今日はですね、こんばんは。ゆうきさんとは先ほどもね、話しましたけども、本当に20年前に会って、で僕 の、 作ったオリジナルなんかもね、作品に、してくれたんですよ。ワイヤーカッターとかっていう最初に作った曲をね、今でも僕はたまごのっていうかね、たまに恥ずかしいです。もうとにかくもうこんな、まだまだ駆け出しでしたからね。で、ゆうきさんはどんどん自分の音楽をね、クリエイトしていきながら、まあ僕は少しずつやっていけたらという感じで、やってきまして、今日本当に声かけてもらってありがとうございます。今日は飯能から、西部の方からですね、西部埼玉の方からピアノに長谷川さん、で、ギターに、天さん、一緒にやってもらうことになりましたので、よろしくお願いします。いいか、これ。いや、一曲です。そんなの、僕が一人でやれるなんて、まだまだ。そういうわけですね。僕はいろいろとその思いを込めてオリジナルを作ってきましたけど、今日はどんだけ、皆さんに伝えられるかなと。で、自分の方で先ほど配った紙の中で2番目に今日やる曲、シモのね、演芸会ではいますけど、ミュージック会では何というのかプログラムというんでしょうか。ある意味2番、そうやって曲順通りに自分がやってみてですね、そういう内容のものということでどうだろうかというふうにそのやってみたいと思います、ね、じゃあバンドでいきます。飛び出せカウボーイ2、yeah。Thank you.
右足で俺は走ってる。あいつらの匂いだけを頼りに暗闇の中を走ってる。君のグラサンとタバコとライターとハープがダッシュボードに転がってる。横には請求書の山、今どこにいるのか、この道でいいのか、たどり着ければいいんじゃないのかな。ガソリンはたっぷりとあるぜ、いくつもの眠れない夜、俺はゼロを続け、ただこの体を揺らしているのさ。肩が来るまでポシャルまでローリングソン、Like a rolling song, like a rolling song, like a rolling song. あの時引き返していたら、今頃過去にいなかったかもな。助けになる心配なんてしなくてもよかったかもな。叶えたかった夢ってやつがワイパーにかき消されてゆく。バックミラーに映る山鳥、そいつらが滲んで見える。It's rock and roll. いくつもの眠れない夜、俺はゼロを踏み続け、ただこの体を揺らしているのさ。肩が来るまでポシャルまで Rolling song, Rolling song, Rolling songそうそうに出来上がった新曲でして、まあ皆さんにとっては新曲も何もあの初めて聞くんで、そうなんですけど、あーいい感じでね。いい感じでね。まあ俺もね、つい昨日50になったんですよ。おおお、なんかバースデーライブじゃん。これみんなね、ついにバースデーライブじゃないですか。イーブンになってきたのかなみたいな。あんまり先言っちゃダメだよね。ごめんなさいからね。あ、いた。いいね、いいね。死者じゃなくて、死区ご入部になりました。ダメだ、一回りしすんだ。そうなんですよね。今日はね、大先輩も一緒に来て、昔バンド一緒にやってた、昔っていうかこれからもやりますけども、ね、方も見に来てもらってすごい嬉しいです。おっと、いや本当にさっきもね、いろんな人をやっぱりこうやってライブいろいろ来ると出会うんですけど、さしこさんのような方に出会ったのは初めてです。まあ本当に来ましたね、僕には。あの、わがまるで本当に声ですよ。音楽ってやっぱり音ってすごいよね。言葉では言えないものをやっぱり表現できるものって音楽だと思います。
じゃあ次何だったっけあ、でもいいですよね佐藤君すいませんね、なんかね自分でこうやって言っておきながら忘れてしまうという。そしたら取りたくないねって言ってもらって、さっきもね、トイレに入ったでしょ、自分では鍵だけど覚えないの。ほんで、あの、ちょっと着替えして出ようと思ったら鍵が変わってるじゃん、おお、なんだなんだって、ちょっと一回ちょっと焦っちゃった。ほんで、鍵かかっちゃった。ほんと、やだね。そんなの普通だよそのぐらいの年、先輩、やっぱりそうなんだ、分かってくれるの。よし、分かった、じゃあよろしくお願いします。
ね、俺もね、あの原発反対の歌はっていうか、そういう風なのは、まあ、成り行きでそういう風に自分の中の生活の中で、あの原発に対しての体制とか、あの今までこうやって日本がね進めてきたやり方に対しても反対だったし、まああの被害者に遭われた方とかもね、実際に出ちゃったらもうやめようよっていうのがあるし、あまあそういう思いを。ですね、それだけを、まあ、脱原発に関しては脱原発ブリーバンドっていうのを結成して、YouTube、まあ、他のところでみんなが、一般市民の人たちに、ね、聞いてもらいたくて、バンド立ち上げて、フェスティバルなんかにもなるべく参加してですね、歌ってやっていってます。まあ、それは脱原発としてね。でも音楽は音楽の、その好きなものとしてはやっぱりいろんな気持ちを表現したいわけです。その曲目、2曲目として次、やりたいのがですね、まあ田舎娘のたわいない歌かもしれないんですけど、ダッシュボード名どれどこ C だよ。はい皆さん、ご静粛に。業務委託は小さくさりげなくお願いしますじゃあ行きましょうか。待ってね。ワン、ツー、はい、フリー。ほっとて、私のことはどうでもいいから、今は誰とも話をしたくない。時々あることなら心配しないで、この酔いが覚めたら家に帰るから。
ライブやってきたんだもんね。お疲れ様です。ありがとうね。ありがとうございます。みんな心配してたの、来る来ないの話じゃなくて、飲んでるか飲んでないかみたいな。まだそんな飲んでないでしょみたいなね。これからだよね。ま、終わった後ほぼしらふです。ほぼしらふでは今の、メアリーに対してのアンサーソング的なロニーの気持ちかな。そうじゃない。ピリッピリッ、さりげなく言ってるよ。ピリッ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 。あ、そうだよね。違うよね。じゃあ、まあ、まだですね、恥知らずはまだ結成して間もない番組なんでね、そういうこともたぶんあるからね。そうです。正式に今日です。あのね、敵あんだ恥知らずってしようかと思ったんですよ。そしたらさ、仲間に悪いじゃない、なんかね。俺だけがなんかかっこよくとか、みんな二人は恥知らずなのかみたいなね。だったら一緒になんないとねって思って、もう俺の名前をやめて恥知らず。まあ俺なんだよね、早いです。じゃあ行きましょう。になりたいはず。大きな夢、小さな夢、叶うといいよね。いつしか自分のことで頭いっぱいになっているけど、何のため誰のためなのか、もう一度振り返ろう。ビリカスの神様が君にも見えたらの神様、君にも見えたらいいのね。駆けっこして一頭二頭三頭四頭、そして胃の中の蛙の中で喜んでるうちはいいけど、広いこの世界に出ると花クソみたいなもので、誰かと比べて生きることなんてどうでもいいのさ。ピリカスの神様っていうのはクラスで B になった子にしか見えない神様でさ、みんなそのビリッカスの神様を見たくなって、わざとまあテストをね、出来を悪くしちゃうんだ。そしたらさ、ビリッカスの神様がさ、元気なのなくなっちゃったんだよ。で、どうしたのビリッカスの神様って聞いたら、いや俺さ、別にわざと負けてもさ、嬉しくないんだよなって言うんだ。いつかさ、俺の世代も大きくなって、自分のやりたいことが見つかるかもしれないけど、その時には勝ち負けとか、そんなことなんか問題にしてほしくないし、一生懸命さ、自分と向き合ってさ、やれたらいいなって、俺はそういうふうに思う。ピリカスの神様が君にも見えたらいいのにね。ピリカスの神様が君にも見えたらいいのにね。
ピリカスの神様が君にも見えたら祈りね。ピリカスの神様が君にも見えたら祈りね。いい感じで来てますね。ありがとうございます。やって自分も嬉しいですけども、やっぱり仲間とやれて嬉しいでございます。このアジアの雰囲気もまたよろしいでございますよ。本当に。今日帰りたくないよ。このまま夜更かししてなんかね、てるね。ここまで来ていい仲間になったらね。どうでしょう。いや終電を気にするようなね、ああいうの、うちら飲み始めたら止まらないからね。止まらないで。まあ、ではそんな縁の竹縄のなんて最中ですね。選挙戦いよいよですね、名乗るときてラストの曲となってしまいました。ザ・バンドのザ・ワイトっていう曲をですね、自分は替え歌にして歌ったんですけど、昨年2014年の5月21日福井県の大井原発の差し止めの判決が出ました。するとですね、その後にまあ現地の人ですよ、まあ俺らどうやって食っていったんだいいんだろうねと、うん、まあだから本当はね、その原発に代わる何かいい仕事を作って、原発をなくしっていう、そういうふうな風にいけばいいんだろうけども、なかなか具体的にそういうふうにはなっていかないと。まあ俺らもただ止めろ止めろって言ってもそういうことがあるものももちろん知ってる、だからやってられないなっていうか、やりきれないと思うな、そういう気持ちをちょっと歌にしてみました。
っちゃった。空からの誘いを待ってる老いぼれルークは年を取ると正してことが曖昧になってくると、手のひらを見せながら耳元に顔を近づけて Give and take さ分かるだろう兄弟。
昨日誕生日とかてっぴやさんにあのハッピーバースデーという1回だけ、ありがとうございました。お兄様そこにも無理がありますよ。ありがとうございます。関谷君にもう一度温かい拍手を。ありがとうございます。関谷お兄様、来てくれてありがとうございます。ありがとうございます